ケルブルックは、イギリスのプロボクサー。元 IBF 世界ウェルター級王者。シェフィールド出身。2004年9月17日、シェフィールドのドンバレースタジアムで、ピーター・バークレーと対戦し、6回判定勝ちを、収めデビュー戦を制した。2008年6月14日、バリー・ジョーンズとブレイブック、英国ウェルター級王座決定戦を行い、7回42秒。 tk o 勝ちを収め王座獲得に成功した。2008年11月14日、ケビン・マクイン・キレイと対戦し、初回2分 tk o 勝ちを収め、ブベブック、英国王座の初防衛に成功した。2009年1月30日、スチュアート・エルウェルと対戦し、2回1分29秒 tk o 勝ちを収め、ブベブック、英国王座の2度目の防衛に成功した。 2009年7月18日、マンチェスターのマンチェスターイブニングニュースアリーナで、マイケル・ロマックスと対戦し、3回2分41秒、TKO 勝ちを収め、ブベブック、英国王座の3度目の防衛に成功した。2010年3月12日、リバプールのエコーアリーナリバプールで、WBO インターコンチネンタルウェルター級王者、クリストフ・ビエニアスと対戦し、 6回2分46秒 TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2010年9月18日、マイケル・ジェニングスと対戦し、5回47秒 TKO 価値を収め WBO、インターコンチネンタル王座は、初防衛、ブベブック、英国王座は4度目の防衛に成功した。2010年12月11日、フィリップ・コーティと対戦し、 二回三十九秒、TKO 勝ちを収め WBO、インターコンチネンタル王座二度目の防衛に成功した。2011年4月8日、フランク・ウォーレンのクイーンズベリープロモーションズから離脱し、エディ・ハーンのマッチルームスポーツと契約した。2011年6月25日、元 IBF 世界、スーパーライト級王者のラブ・モアヌドゥと、 WBA インターコンチネンタルウェルター級王座決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2011年10月8日、ラファエル・ヤケビッチと対戦し、6回2分36秒、TKO 勝ちを収め WBA インターコンチネンタル王座の初防衛に成功した。2012年3月17日、 IBF インターナショナルウェルター級王者のマシュー・ハットンと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め WBA インターコンチネンタル王座の2度目の防衛、IBF インターナショナル王座獲得に成功した。2012年7月7日、シェフィールドのモーターポイントアリーナシェフィールドでカーソン・ジョーンズと対戦し、12回2から0の 判定勝ちを収め IBF インターナショナル王座の初防衛に成功した。2013年7月13日、キングストンアポンハルのクレーブンパークで、カーソン・ジョーンズとウェルター級契約10回戦を行い、8回1分7秒、TKO 勝ちを収め1年ぶりの再戦を制した。2013年1月29日、 デボン・アレクサンダーと対戦予定だったがブルックが足首を負傷し試合が同年2月23日に延期されたのだがしかし今度はアレクサンダーが上腕二頭筋を負傷し二度目の延期となったお互いの負傷による延期が続き同年5月18日に試合が行われることが内定していたがまたしてもブルックが足を負傷し結局試合自体が流れることとなった 2013年10月26日、シェフィールドのモーターポイントアリーナシェフィールドで、元 WBA 世界ウェルター級王者のビチェスラフ、センチェンコと対戦し、4回2分57秒、TKO 勝ちを収め、IBF 世界ウェルター級王者のデボン・アレクサンダー A の指名挑戦権獲得に成功した。2014年8月16日、カリフォルニア州カーソンのスタブハブセンターで、 IBF 世界ウェルター級王者のショーン・ポーターと対戦し、12回2から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。なお、イギリスのボクサーがアメリカのリングでアメリカの世界王者からベルトを奪取したのは、ロイド・ハニガンが WBA ・ WBC ・ IBF 世界ウェルター級統一王者のドナルド・カリーを破って以来29年ぶりの快挙だった。 2014年12月16日、シェフィールドで初防衛戦を行う予定だったが、休暇先で防寒に足を刺され負傷したため延期になった。2015年3月28日、シェフィールドのモーターポイントアリーナシェフィールドで IBF 世界ウェルター級2のジョジョダンと対戦し、ダンが4回終了時に棄権したため初防衛に成功した。2015年5月30日、 ロンドンにある、オーオニアリーナで、IBF 世界ウェルター級4位のフランキー・ギャビンと対戦し、6回2分51秒 TKO 勝ちを、収め2度目の防衛に成功した。2015年10月24日、シェフィールドのシェフィールドアリーナで、元 WBA 世界ウェルター級暫定王者で、IBF 世界ウェルター級4位の、ディエゴ・ガブリエル・チャベスと対戦し、3度目の防衛を目指す。 予定だったが、同月15日のスパーリング中に、ブルックがバラボレを負傷したため、試合は中止となった。2016年3月26日、シェフィールドのシェフィールドアリーナで、IBF 世界ウェルター級1位のケビン・ビジェールと対戦し、2回2分15秒 TKO 勝ちを収め3度目の防衛に成功した。2016年7月5日、 IBF 世界ウェルター級王者のケルブルックと WBO 世界ウェルター級王者のジェシー・バルガスの間で王座統一戦を行うとマッチルームスポーツが発表した。2016年7月8日、WBA スーパー WBC、IBF 世界ミドル級王者のゲンナジー、ゴロフキンからの対戦要請にブルックが即断し、ゴロフキンとブルックが対戦することが決定した。 2016年9月7日、WBA が一度もミドル級で試合をしたことがない、ブルックの安全と健康を守ることを理由に、ゴロフキン対ブルック戦をタイトルマッチとして承認しないと発表。ゴロフキン対ブルック戦は、WBA スーパー王座がかけられず、WBC 王座並びに、IBF 王座のみがかけられることが決定した。2016年9月10日、 ロンドンのオーニアリーナで WBA スーパー WBCIBF 世界ミドル級王者のゲンナジーゴロフ付近と対戦し5回1分52秒ブルック人 A からのタオル投入による TKO 負けを喫し WBC 王座 IBF 王座並びにイボ王座の獲得に失敗 WBA から世界王座戦として承認されず WBA スーパー王座がかけられずに行われた試合で2階級制覇に失敗した。ブルックは右目の眼下骨折の重傷を負って手術を受けた。2017年5月27日、シェフィールドのブラモールレーンで IBF 世界ウェルター級1位のエロール・スペンス・ジュニアと対戦し、11回1分42秒小負けを必死4度目の防衛に失敗、王座から陥落した。 ブルックは、左目の眼科骨折を追って、手術を受けた。2018年3月3日、シェフィールドのフライドザ・アリーナで、セルゲイ・ラブチェンコと、WBC 世界、スーパーウェルター級、シルバーを王座決定戦を行い、2回小勝ちを収め、王座獲得に成功、スーパーウェルター級転向戦を白星で飾るとともに、再起した。二千十八年七月十八日、 ブランドン・クックと対戦が決まっていたがブルックが足首を負傷して試合が中止になった。2018年12月8日、シェフィールドのフライド・ザ・アリーナでマイケル・ゼラファと WBA 世界スーパーウェルター級挑戦者決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収めジャレット・ハードへの挑戦権を獲得した。2020年2月8日、 シェフィールドのフライド・ザ・アリーナでマーク、デルーカと WBO インターコンチネンタル・スーパーウェルター級王座決定戦を行い、7回1分15秒小勝ちを収め王座獲得に成功、1年にヶ月ぶりとなる復帰戦を制した。2020年11月14日、ラスベガスの MGM グランドナイザ・バブルで WBO 世界ウェルター級王者テレンス・クロフォードと対戦し、 4回1分14秒 TKO 負けを、喫し、IBF に続く王座を獲得できなかった。ありがとうございます。